少し自分が何に本当に使わされて、どのような宣教あるいはミッション使命を果たすように呼ばれてるのかということを改めてちょっと確認というかですね、自分の仕事を通してかもしれないし、自分の家庭の中でかもしれないし、あるいはこれからの人生の中でってことに、ことかもしれないですし、それはちょっと問いかけられたら いいのではないかなと思いますね。ちょっともう話で30分ぐらいになりましたが、ちょっとだけ、じゃあ1、2分だけですね、ちょっとエクササイズで、振り返ってみたいと思いますが。軽くちょっと目を閉じられてですね、イエス様があなたの前に立っておられるということをちょっと見てみましょう。12人の弟子にはイスラエルの家の失われた羊のところに行きなさいと言われましたが、じゃあイエス様はどこにあなたを派遣されたいと今感じるでしょうか。自分の前にイエス様がいて、どこに行きなさいと、どこが自分の使命を果たす場とイエスが今の自分ですねに語りかけているか、ちょっと聞いてみましょう。イエス様の派遣命令をですね。はっきり分かる人もいれば、なんとなく分からない人もおられると思いますが、じゃあそこで、あるいは今の自分のいるところで何をするようにイエスは呼びかけてるでしょうか。まず何を語るように、誰に何を語るように今ですね、イエスは自分に呼びかけてるでしょうか。十人の弟子には神の国は近づいたと語れと言うんですけど、自分はどうでしょうか。誰に何を今語るように、あるいは対話するように、あるいは接するように呼ばれてるでしょうか。ではそこで何をするように、総称したら癒しの技ですけど、じゃあ自分が何をするように今呼ばれてるでしょうか。行いや働きとか自分の生活の在り方かもしれないですけど。ではそれをイエス様は貧しさの中でやれっていうわけですけど、何も具体的には何も持っていくなという命令ですが、この何も持っていかない、あるいは貧しさの中でこそそれがなされるとしたら、自分の今の自分にとってその貧しくということはどういうことかということですね。具体的にそれが何を今自分に意味をしているか、ちょっと問いかけてみましょう。
そしてそれを果たしていく上でどういう困難があると感じているでしょうか。今周りの人の無理解とか無関心とか、自分のことかもしれないですけど、どういう困難を感じるでしょうか。それについてイエスは恐れるなとおっしゃる。あるいは蛇のように賢く鳩のように素直でその困難を乗り切れと。その困難にどう向かっていくかということ、まあ、それをちょっと振り返ってみましょう。はい、ではまあそれぐらいで目を開けてください。まあこれは非常に具体的なことでもありますから、まあこの次回のこの勉強会までですね、なんかこうちょっと問いかけてみて、まあ、すでにはっきりされてる方もおられるかもしれないし、はっきりしてない方もおられるかもしれないですけど、まあ、今やってることを例えばこの宣教という観点からちょっと見直してみるっていう、今のようなことの中でですね、ということをちょっとこう、まあ、できれば少し気づきのエクササイズか、1日15分でもちょっとこう見直すような形で行かれたらいいと思います。